イギリスプ JP 振り返りの4回目になります。今回は、ここに、出ているように、関数説明のサンプルというセクションを今やっていますが、前回イーバルリージョンの実行で、マニュアルの記述通りの動きにならなかったというのがあったので、そこを少しおさらいしたいと思います。で、前回やったのはこのプログ N で、フォーとバーをプリントすると、こういうフォームを、イーバルリージョンで、実行した場合に、このプリント関数によって、フォーとバーが、出力されますが、その出力は、エコーエリア、要するにここのミニバッファーの部分に表示されますというふうにマニュアルに書かれていました。で、さらにマニュアルでは、このエコーエリアというのは1行分しか、表示するスペースがないので、この表示に関しては、1行分を超えるところは表示されないというようなことも書かれてたと思います。で、このフォームを、イーバルリージョンで、実行しても、ここには何も表示されません。で、表示をするためには、どうすればいいかというか、そもそも、マニュアルのバージョンと、この今動かしている Emacs のバージョンが全く違うので、違う動きをしても、仕方がない部分もあるんですけども、このプリントの出力を、このエコーエリアに表示するには、こういうふうにすると、表示されます。で、先ほどはイーバルリージョンを、メタ X で呼び出して実行しました。で、そうではなく、こういった関数呼び出しの形式で、リージョンを指定して、さらにその後に T を指定すると、このように、エコーエリアにプリントされます。前回の動画の後、いろいろ調べて、ここまでのことが分かりました。
で、まあ、依然として、このやり方では、エコーエリアには何も表示されませんということになります。では、前回の続きをやっていきます。形式じゃなくて、型名を含んだ名前、インテジャー1、バッファーを持つパラメーターは、型名を含んだ名前を持つパラメーターは、その型であることが期待されています。型の複数形、まあ、例えばバッファーズは、よくその型のオブジェクトのリストを意味します。オブジェクトという名前のパラメーターは、任意の型で良いことを意味します。Emacs オブジェクト型のリストは、リスプデータタイプスを参照。他の種類の名前を持ったパラメーターは、関数の説明文の中で具体的に論じます。いくつかの関数のパラメーターに共通するものを節の冒頭で説明している場合もあります。オプショナル引数やレスト引数のより完全な説明は、ラムダ式のところを参照。型名を含んだ名前の場合は、型名を含んだ名前を持つパラメータの場合は、そのパラメータ、例えばインテジャーであれば、数値ですね。数値が期待、入力されることを期待している。で、バッファーという名前の、パラメーターが、どこのことを言ってるのかというと、この部分。ここの説明で、関数法はインテジャー1という、整数のパラメータ、それから、省略可能な整数、2番目の整数というパラメータ、それから、まあ、さらに、まあ、残りの、いくつかの整数値というパラメータ。で、複数形の場合は、その
型のオブジェクトのリストを意味している。まあ、リストを意味しているということなんですが、まあ、例えばこれインテジャーズという複数形になっています。で、まあ、これを見ただけでは、リストを意味するというふうには見えないんですが、まあ、そのことに関しては、まあ、先ほど書いてあったようにこのラムダ式の、ところで、まあ、ここに完全な説明がありますということで、ここに行ってからやりたいと思います。で、コマンドマクロ特殊形式の説明文はファンクションという言葉がそれぞれコマンドマクロスペシャルフォームという言葉に置き換えられることを除けば同じ書式です。コマンドとは単に対話的に呼び出されることが許される関数のことです。マクロは引数を関数とは違うやり方で処理します。処理しますが、同様に示します。ここに引数は評価されないと書いてあります。で、まあ、コマンドもマクロも特殊形式も、この説明文の形式がファンクションと同じというだけでなく、実際のそのプログラムの書き方も全く同じです。プログラムの書き方というか呼び出し方も全く同じです。まあ、例えばこれここに、4という関数の、関数呼び出しがあります。で、この4が、まあ、ここでは関数ですが、この4が、コマンドであってもマクロであっても、特殊形式であっても、この呼び出し方は同じだと。まあ、ここで言ってるのはそういうことになります。で、それからコマンドとは単に対話的に呼び出されることが許される関数。対話的に呼び出されることが許されると。で、まあ、こういう、この言い方は、まあ、普通のファンクションのようにも呼び出せるということを、まあ、書いてはいませんが、そういうことを意味しているということになります。まあ、そういう意味合いからすると、ここは対話的に呼び出すこと、も許される関数。がではなく、もにした方がいいんではないかなと思いました。ただまあ、普通、コマンドとして書かれている
ファンクションは、あまり、その対話的でない呼び出し方はしないことが多いと思います。ただここの書き方、何々が許されるというふうになっていると、対話的に呼び出されることもあるというようなニュアンスになっていると思います。で、現実的にはその逆で、コマンドというのは対話的に呼び出すことの方が多いはずです。で、マクロは引数を、評価せずに、呼び出されます。で、これは逆に言うと、通常の関数は引数を評価してから関数を呼び出します。まあ、そのことは、今後いろんな、サンプルプログラムを実行する中で、何度も意識することだと思います。で、特殊形式の説明文はオプション引数や繰り返し引数を指定するためにもっと複雑な記述法を使用しています。なぜなら特殊形式は引数リストをもっと複雑な方法で別個の引数に展開することができるからです。オプショナルアーグは、オプショナルアーグがオプションであることを意味し、リピーテッドアーグズは0個以上の引数であることを意味しています。いくつかの引数がさらに深いレベルのリスト構造にグループ化されているときは括弧が使われます。で、その特殊形式の例がここに載っています。で、カウントループという特殊形式は、なさそうなんですけども、なのでこれを実行することは多分できません。
で、まあ、これはプログラムのサンプルなんですが、まあ、できればこれは実行、これを実行した場合はこう出力されるということを、まあ、ここに記述されてないといけないと思いますが、まあ、ここの記述ではされていません。で、まあ、このプログラムは、この i という変数を0から10まで変化させて、ここのボディの部分を実行するということだと思います。おそらくこれと同じ動きになると思いますが、まあ、ベクターが定義されていないので、まあ、エラーになってしまいます。ベクターは勝手に今こういうふうに定義してしまったんですが、まあ、おそらく、このサンプルはこんな感じの実行になるんではないかなと思います。で、次に from と to が省略された場合、バーはループが始まる前に
ニルに束縛されます。この束縛されますというのも、違和感を感じます。バーはループが始まる前にニルが設定されますでいいと思うんですが、ここをなぜ束縛と書いているかというと、おそらくバインドという言葉が使われているからだと思います。おそらく変数のチャプターで、こういった束縛という言い方が、よく出てくると思いますが、リスプのことを、リスプに慣れてない人にとっては、困惑する言葉かもしれません。で、繰り返しの冒頭で、もしバーがニルでない場合はループを抜けます。バーがニルでない場合はループを抜けます。これに関してはもう完全に論理コーディングなので、実行できないと思います。ただこれは何を表しているかというと、何かの状態がペンディングの間は、ペンディングの間はこのループを抜けないということを表しているサンプルだと思います。なので、バーがニルでない場合はループを抜けると。で、ペンディングでなくなった場合に、このダンという変数に t が設定されて、ここで、ニルでなくなるのでループを抜けると。そのように説明されています。で、ただ、繰り返しの条件が t になると抜けるループというのは普通あまり書きません。普通は繰り返し条件がニルになった場合にループを抜ける。そういう書き方をするのが普通です。なので、これの場合は意図的にその逆のサンプルを示したのかもしれません。それでこの特殊形式では引数 from と to はオプションですが、両方ともあるか両方ともないかどちらかでなければなりません。
もし両方ともあれば、インクを指定することもできます。これらの引数は引数バーがあるリストにグループ化されます。これはボディ特別するためで、ボディは形式の残りの要素すべてを含みます。先ほどここの部分を読まずに、読んでなかったので、もう一回読みます。この架空の特殊形式はボディ形式を実行するループを作り、繰り返しのたびに変数バーをインクリメントします。最初の繰り返しでは、変数は値 from を持ち、以後の繰り返しでは、1ずつインクリメントされます。もしボディを実行する前に、バーが to に等しければ、ループを抜けます。まあ、さっき言いましたけど、ここでの i は、0から10まで変化すると。バーが to に等しければ抜ける。あ、もうこの書き方だと、10になったら抜けるので、10の場合は実行しないということかもしれません。まあそういう場合はこのループを、こうすると、そのように動くはずです。要するに10になったときに、ループをやめるという結果になっていると思います。ちなみに、この関数私はほとんど使わないんですが、どうも開業する関数のようです。このプリン1とかプリン C というのは開業しないプリント文になっているようです。で、特殊形式はこういった書式になっているものが結構あります。
変数のバインディングがあって、その後ろにボディが続く。で、このボディというのはここに明記はされていませんが、これはレストアーギュメントになっている、なっています。で次が、変数説明のサンプルになります。変数とは値を持つことができる名前のことです。どんな変数もユーザーがセットすることができますが、ユーザーが変更できることがはっきり指定されている変数がいくつかあります。それらをユーザーオプションと呼びます。普通の変数とユーザーオプションは引数がないことを除き、関数の場合と似た書式を使って説明されています。で、架空のエレクトリックフューチャーマップ変数の説明文としては、こんな感じになります。この変数の値はエレクトリックコマンドフューチャーモードで使われる全キーマップです。このマップ内の関数でまだ実行しようとは思っていないコマンドを編集することができます。まあ、変数の名前が架空なので、この機能も架空の内容ではないかなと思いますが、ユーザーオプションの説明文もバリアブルがユーザーオプションに置き換えられる以外は同じ書式です。この部分が、バリアブルかユーザーオプションと表示されると、まあ、そういうことになります。これで、説明文の書式というセクションが、終わって、さらにこの習慣というセクションも、終わりました。で次が、このマニュアルの原作者、編集者、スポンサーというのが載っています。方々が、このマニュアルを書いたということのようです。まあ、たまに日本人の名前も出てきます。新一郎菅生という人、多分日本人だと思います。あと正幸飯田さん
も日本人ですね。まあ、こういうふうに書いた人の名前を見てしまうと、あまり、批判的なことを言いづらくなってきますが、まあ、この動画では私が好きなことを話したいと思います。ということで、以上でイントロダクションという、チャプターの内容は終わります。で、次回は、このリスプデータタイプという、チャプターに入ります。eLispJP 振り返りの4回目はここまでにします。